この動画では鍵盤素部の解剖について解説していきます。この鍵盤素部という構造は肩関節周囲炎や上腕二頭筋長動腱の疾患を理解するのに非常に重要な解剖ですけれども、放射線技師にとっては少しマニアックな解剖ですので、鍵盤素部はどこなのかよく分かっていない方もいらっしゃるかもしれません。そこでこの動画の目標としては、そもそも鍵盤素部とはどこなのか、そしてどのような働きをしているのかを理解すること、そしてこの鍵盤素部は非常に複雑な構造をしていますので、その複雑な構造をできる限りイラストや画像を使って理解するということを目標にお話したいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していきますので、鍵盤素部の解剖について興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは今回は鍵盤素部の解剖について見ていきたいと思いますが、まず 3D の画像を使って肩の周辺の重要な構造物について確認していきたいと思います。こちら肩を正面から見たものですけれども、肩の表面は三角筋や僧帽筋、大胸筋などの分厚い構造物で囲まれています。この構造物を消していくと内部に様々な筋肉や靭帯が見えてくるわけですけれども、まず重要な構造物として肩甲下筋腱や棘上筋腱などのローテーターカフ、鍵盤と呼ばれる構造物があります。これらの鍵盤の解剖についてはこの動画で詳しく解説していますので、この動画を参照いただけたらと思いますけれども、今回テーマとして扱っていく鍵盤素部については、肩甲下筋腱と棘上筋腱の間、この部分というのは鍵盤が層な部分となっています。この鍵盤が層になっている部分のことを名前の通り鍵盤素部と言います。肩甲下筋腱と棘上筋腱、そしてこの右後突起のこの基部に対応する部分に囲まれたスペースのことを鍵盤素部と言います。この鍵盤素部は解剖的に非常に複雑な構造となっていますが、重要な構造について見ていくと、まず右後突起の基部から上腕骨に向かって伸びていく右後上腕靭帯、そして関節包、さらにこの上腕二頭筋長動腱が重要な構造物となります。この上腕二頭筋長動腱はこの部分で関節内を走行していくわけですけれども、このように急激に曲がる部分があり、この部分を滑車に例えて上腕二頭筋長動腱滑車、バイセプスプーリーと言います。このバイセプスプーリーについても後で詳しく解説していきたいと思います。ここまでの話をまとめると、肩甲下筋腱と棘上筋腱、さらに右後突起の基部で囲まれたこのスペースのことを鍵盤素部といい、重要な構造物は右後上腕靭帯、関節包、上腕二頭筋長動腱となります。今回はこの鍵盤素部について詳しく見ていきたいと思います。鍵盤素部ローテーターインターバルは、棘上筋腱と肩甲下筋腱の間の鍵盤が薄いスペースとなっています。当然肩関節を動かすと、このような鍵盤は収縮、伸展、回転など動きをするわけですけども、その動くためのスペース、遊びに対応するのが鍵盤素部となっています。肩関節の可動域と不安定性に関与し、特に下方不安定性及び外旋の可動域に関係すると言われています。構成は非常に複雑で、上縁が棘上筋腱の前側の部分、下縁が肩甲下筋腱の上側の部分、内側が右後突起の基部、外側が結節環行となっており、内部を上腕二頭筋長動腱が走る特徴があります。構成要素は関節包、右後上腕靭帯、そして関節包のヒダーに対応する上関節上腕靭帯、部分的に棘上筋腱、肩甲下筋腱の繊維となっています。筋肉や関節包の解剖についてはこれらの動画で詳しく解説していますので、詳しく解説を聞きたい方はこれらの動画を参照いただけたらと思います。続いて鍵盤素部の内部を通る上腕二頭筋長動腱について見ていきたいと思います。関節下の上側の関節上結節というところの周辺から起始し、このように走行し急激に曲がってから下側に降りていきます。この急激に曲がる部分を滑車に例えて上腕二頭筋長動腱滑車、バイセプスプーリーと言います。このバイセプスプーリーは鍵盤素部に関連する解剖構造として非常に重要です。上腕二頭筋長動腱が曲がって滑車になっている部分に対応し、このように曲がって骨頭を押さえつけることによって安定化させるという働きがあります。この部分は非常に複雑な解剖構造をしていますけれども、特に右後上腕靭帯と上関節上腕靭帯との位置関係が重要となっています。こちらの視上段の画像では
この BT と書いている部分が上腕二頭筋長頭腱ですけれども、上関節上腕靭帯 SGHL の上側に乗っかっており、表面を右後上腕靭帯が覆っていることがわかります。この位置関係を頭に叩き込むことが非常に重要です。この横断像に対応する断面では、肩甲下筋腱と棘上筋腱の間のこの部分が腱板側部となっており、内部を上腕二頭筋長頭腱滑車に対応する部分があります。そして上関節上腕靭帯の上側に乗っかっており、表面を右後上腕靭帯が覆っているというようなイメージを持っておくと良いと思います。それでは T1 強調画像の四上段を使って腱板側部の解剖について見ていきたいと思います。肩甲骨の Y ビューがあり、右後突起があるこっち側が前の部分、肩甲棘があるこっち側が後ろ部分となります。そして上側に乗っかっているのが棘上筋、前側にあるのが肩甲下筋となります。中枢側に寄っていくと低信号の腱が見えてきますけれども、棘上筋腱と肩甲下筋腱の間のスペース、このスペースが腱板側部ということになります。この腱板側部は大概がこのような白い脂肪で覆われているということがまず重要です。そして右後突起の基部から上腕骨に向かってこの靭帯が伸びていますけれども、こちらが右後上腕靭帯ということになります。一旦外側に行くと、この断面で下側に垂れ下がっている構造物が見受けられますが、こちらが上腕二頭筋長頭腱となります。ここから中枢に追っていきますけれども、造影剤を使っていない単純の画像ではこの辺りを上腕二頭筋長頭腱が走行していますけれども、右後上腕靭帯とのコントラストがあまりついておらず、この部分は少し分かりづらいです。中枢に寄っていき、この辺りの関節上結節付近に付着していくというのが上腕二頭筋長頭腱の走行となります。続いて横断像を見ていきたいと思います。この部分に鎖骨があり、この部分に腱鞘があるため、この腱鎖関節の断面から下に下がっていきたいと思います。そうするとこの部分で棘上筋と低信号の棘上筋腱が見えます。ここよりも下の部分が腱板側部に対応しますが、下に下がっていくとここで右後突起が見えてきます。右後突起のこの部分を内側とし、棘上筋腱よりも下、そしてこの肩甲下筋腱よりも上のスペースですので、この辺りが腱板側部ということになります。そして右後突起からこのように上腕骨に向かって伸びている靭帯がありますが、こちらが右後上腕靭帯ということになります。さらにこの部分でこの水平方向に伸びている構造物がありますが、こちらが上腕二頭筋長頭腱となります。関節あたりを見てみると、この関節上結節付近から水平方向に伸びていきます。上腕二頭筋長頭腱に関しては横断像が非常に追いやすく、この部分からこのように回ってこの結節間隔の部分を走行する特徴があります。こちらが上腕二頭筋長頭腱の走行となります。続いて肝上段です。右後突起が見える前側から後ろ側に向かってスライドしていきます。めくっていくとこの部分に肩甲下筋腱がありますけれども、この肩甲下筋腱の上のスペース、この部分が腱板側部ということになります。周りが脂肪で覆われています。さらに右後突起からこの上腕骨に向かって右後上腕靭帯が伸びています。肝上段ではこの部分でバイセプスプーリーを形成し、下側に降りる上腕二頭筋長頭腱が非常に分かりやすいですけれども、ここから戻っていくとこの右後肩甲靭帯の下側にあるこの辺の構造物、この辺りが上腕二頭筋長頭腱の基部と上関節上腕靭帯の複合体あたりだと思われます。ここからこのように走行していき、バイセプスプーリーを経由し下に下がっていくというのが上腕二頭筋長頭腱の走行となります。関節内を造影剤で満たした MR 関節造影ではさらに構造物が分かりやすくなります。こちら四上眼から見てみると、この部分に棘上筋腱があり、この部分に肩甲下筋腱があるため、その間のスペースが腱板側部ということになります。それぞれの構造物について見てみると、白の矢頭でしました低信号の部分が上腕二頭筋長頭腱、その上を覆っている靭帯が右後上腕靭帯、そして上腕二頭筋長頭腱を支えている黒の矢印の部分が上関節上腕靭帯となります。バイセプスプーリーの断面の横断像では
右後突起に平行に走っているのが上関節上腕靭帯。そして、この部分が滑車になっているため、こちらが上腕二頭筋長頭腱となります。冠状段では、こちらの断面は見慣れている方が多いと思いますけれども、棘上筋腱がここにあり、白の矢頭で対応している部分が上腕二頭筋長頭腱、このような走行をしています。そしてその下を支えている上関節上腕靭帯、さらにこの部分に下関節上腕靭帯がこのようにハンモック状となっており、造影剤で満たされた関節液がこの部分のスペースに入ってきてたわんでいることがわかります。この部分のたわみの部分を液化脳と言います。関節上腕靭帯や液化脳の解剖についてはこちらの動画でも詳しく解説していますので、こちらの動画も参照いただけたらと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は腱板側部の解剖について見ていきました。腱板側部とはどの部分なのか、そして周辺の複雑な構造について確認してきました。腱板側部は棘上筋腱と肩甲下筋腱の間のこの緑の丸で囲ったスペースとなっており、腱板が反になっている部分です。ここが反になっているおかげで腱板が自由に収縮伸展回転することができます。肩関節の可動域と安定性に関与し、構成としては上縁が棘上筋腱の前縁、下縁が肩甲下筋腱の上縁、内側が右後突起の基部、外側が結節関口となります。内部を上腕二頭筋長頭腱が走っており、関節包や右後上腕靭帯、上関節上腕靭帯、そして部分的に棘上筋腱、肩甲下筋腱の繊維で構成されています。特に重要なのが上腕二頭筋長頭腱がこのようにくるっと回る滑車の部分、バイセプスプーリーの部分となっており、その部分の構造として上関節上腕靭帯と右後上腕靭帯との位置関係が特に重要でした。それらを MRI などの画像を使って判断できるということが重要だと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。